ご紹介ありがとうございます。産総教の川端です。本日は、強磁性半導体あるいは強磁性絶縁体を介した除雪損効果の理論について、紹介させていただきます。共同研究者は北海道大学の浅野です。まずはじめに除雪損効果あるいはそれに関連する現象について馴染みない方もいらっしゃると思いますので、簡単にイントロでちょっと紹介させていただきたいと思います。で、今回お話しする内容なんですけども、除雪損、いわゆる除雪損排泄後と呼ばれる新しい除雪損効果に関する物理です。で、このように強磁性体、2つの超伝導体の間にこのような強磁性体、例えば鉄とかコバルトのような強磁性体を挟むような除雪損素子を考えます。で、当然強磁性体中にはエクスチェンジフィールドが存在します。で、通常の超伝導体に例えば金属、普通の非磁性金属をつけますと、その近接効果ってどうなるかっていうと、超伝導体のオーダーパラメーターというのはエクスポーネンシャルでどんどんダンプしていきます。ところが強磁性体をここに挟んでやりますと、エクスチェンジフィールドのおかげでこのオーダーパラメーターが単純にエクスポーネンシャルでダンプするのではなくて、このように符号を変えながらプラスからマイナス、マイナスからプラスといったふうに符号を変えながら振動してダンプする異常な近接効果が存在するということが知られています。で、従いまして、例えばこれ強磁性体なんですけども、強磁性金属を例えばこの辺で切ってやります。で、この辺で切って反対側からこちら側から超伝導体をくっつけて、例えばこういうふうに除雪損素子をくっつけてやったとしますと、いわゆる排泄合と呼ばれる奇妙な除雪損接合が形成されます。それはどういうことかというと、ちょうど位相がここでプラスから、オーダーパラメータの位相がプラスからマイナス反転してますので、いわゆるよく知られた除雪損のカレントフェードリレーションなんですけども、このように符号が負の符号が前につく、あるいはそれと等価なんですけども、 π だけ位相がシフトした除雪損効果というのが実現します。で、ここに示しましたのは典型的な除雪損カレントフェーズリレーションでして、 π 接合の場合、ちょうどよく教科書に載っているような i イコール ic サインファイに比べて、このように位相が π だけシフトしたカレント位相差関係式があります。これが除雪損排泄合と呼ばれるものです。で、このような振る舞いというのはすでにさまざまな実験グループで確認検証されています。で、今から30年ほど前、かなり古いということなんですけども、このロシア人の研究者たちが、実はこの排泄合を使うと非常に興味深い物理経過実現できるということを理論的に予言しました。彼らはこのような超伝導体、これ超伝導リングなんですけど、超伝導リングに1つ排泄合を含むようなこの超伝導リングを考えましょう。そうすると何が起こるかということを彼ら理論的に考えて、実はこういうふうに素子を作っただけで勝手に超伝導電流がぐる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 流れる、自発的に超伝導電流が流れるということを理論的に予言しました。で、ここに示しましたのはこのパイリングと呼ばれるんですけども、パイリングのポテンシャル構造になってまして、このようにバイステーブルなポテンシャルが得られて、それぞれのミニマム、緯度のミニマムっていうのは時計回りに超伝導電流がぐるぐる回る状態と、反時計回りに超伝導電流がぐるぐる回る状態になっていると。で、それは物理的にはこのリングをつなぐ磁束がハーフフラックスとマイナスハーフフラックスの状態に対応します。で、従いまして、こういうバイステーブルなポテンシャルができれば、いわゆる量子二重形が形成されるわけです。すなわちこういうデバイスを作っただけで量子二重形ができちゃうということを彼らは予言しました。で、そのアイデアを使って、これはまさにこれキュービットそのものではないかということで、エーテハーのグループがイオフェあるいはブラッターだが、今から10年ほど前なんですけども、こういうパイリングを使えばクワイエットな静かなキュービットができるということを彼らは予言しました。で、なぜクワイエットかといいますと、これもうデバイス作っただけで勝手に二重形ができちゃいますので、外場の影響を全く受けないということです。で、それでその外場のノイズの影響を全く受けない、そのクワイエットなキュービットになるということを彼らは予言しました。で、ちなみに通常のフラックスキュービットっていうのは、これ超伝導リングに1個のいわゆる通常のゼロ接合を使ったものなんですけども、その場合ですと、こういうバイステーブルなポテンシャルを作るために、外からだいたいハーフフラックス程度の磁場をかけなきゃいけないと。そうすると外場のノイズの影響をもろに受けてしまうんですけども、このパイ接合を使ったパイリングの場合、全くその影響がないということになります。で、従いましてキュービットの応用を考える場合、このパイ接合は非常に重要で、コヒーレンス性の高いキュービットができるということで注目を最近集めています。ところが、そのこれまでの排泄後の研究というのは、基本的に間に挟む磁性体という強磁性のメタルです。で、実は強磁性メタルを使った排泄後をキュービットに応用する
使用すると一つ大きな欠点、致命的な欠点があります。それはどういうことかというと、これ強磁性金属なので、まあ、いわゆる金属です。フェルミ面があります。そのためにいくら温度を冷やしてやっても低エネルギーの純粒子利益が存在してしまうと。でその結果非常に強いオーミックな散逸ダンピングが存在します。これによってコーヒー熱時間が短くなるという問題がありました。でそのためにそのこういうパイ接合を作るときに、その強磁性金属ではなくて、じゃあそうじゃ強磁性半導体あるいは強磁性絶縁体を用いれば、もしパイ接合、それでもしパイ接合ができるのであれば、そういう問題も回避される、非常に理想的なキュービットができるんじゃないかとか期待されるわけです。なぜならば、もし強磁性半導体あるいは強磁性絶縁体、これ単なるトンネルバリアですので、こういう低エネルギー純粒子冷気の影響は全くないと。そのために非常に理想的なクワイエットなキュービットができるということになります。ところがこれまでこのじゃあ実際に強磁性半導体であるとか強磁性絶縁体を使って本当にパイ接合ができるのかどうかっていうのは今まで全く未解明のままでした。で今回我々は理論的にこういう強磁性半導体あるいは磁性体を使ってやっても実際パイ接合ができるということを理論的に検討しましたので、その結果について紹介します。で我々はさまざまな強磁性半導体あるいは絶縁体について検討したんですけども、今回は時間の関係上一つの例について紹介したいと思います。それがこの後でまた詳しく紹介します。それはこの LBCO と呼ばれるあの酸化物磁性体絶縁体です。でこういう系では実はパイ接合が生じるということを後で紹介します。でさらに面白いことにあのアトミックスケールでのゼロパイテインと呼ばれる新しい現象も生じるということを後で紹介していきたいと思います。で次に具体的な計算について簡単に紹介します。基本的には我々はあのタイトバイニングモデルをベースにあの数値的にジョセフソン電流の計算を行い、パイ接合になるのか、それともコンベンショナルゼロ接合になるのかということをあの判定していきました。で K はこのように空間的に離散化した超伝導体フェロマグネティックインシュレーターあるいは半導体スーパーコンダクターのジョセフソン接合です。で超伝導体に関しては通常の BCS ハミルトニアを用います。で強磁性半導体この真ん中のレイヤーについてはこのようなシングルバンドのタイトマグネハミルトニアを用います。で重要なパラメータはこのエクスチェンジエネルギーです。これはアップスピンのバンドとダウンスピンの場合がちょうどエクスチェンジエネルギーの分だけスプリットしているということをあの記述しています。で次にボグリューボ変換を用いてこの全系に対するボグリューボドジャン方程式を数値的に解いてこの強磁性層に、形成されるアンドレフ束縛状態の計算を行います。でアンドレフ束縛状態が計算できますとジョセフソン電流はこのような公式を用いて計算することができます。で今回用いましたその材料どういう材料をあのベースにしたモデル化になっているかについてちょっと簡単に紹介しますと強磁性酸化物のでしてでその中の代表的な物質は LBCO と呼ばれるものです。でこのようなあの4元の酸化化合物でしてこのようなペロブスカイト型の構造を持っております。でこれは1990年に水野らが実験的にこのような材料はあの強磁性体かつ絶縁体になるということを実験的にあの示しました。でここに示しましたのはこの材料の、フェルミ面近傍のバンド構造でしてちょうどフェルミ面のところには状態がありませんのでこれインシュレーターです。で重要なのはこのフェルミ面を境にアップスピンのバンドダウンスピンのバンド完全にスプリットしています。従いましてこの規定状態ではこのアップスピンバンドだけがあの詰まっていわゆるスピン変極した状態が実現できるということになります。で我々はこの材料をモデル化するためにシングルバンドのタイトバイニングハミルトニアを用いました。でこのようにエクステンディスプリッティングアップスピンのバンドとダウンスピンのバンドがこのように、ちょうどこのバンド幅 T というのは先ほどのタイトバイニングハミルトニアのこのホッピングインテグラルなんですけどもちょうどバンド幅がその 8T に対応しましたんですがそれを超えるとエクスチェンジが 8T を超えるとちょうどこれと全く等価な、フェルマグネティックインシュレーターを記述しているということに対応になります。で次に計算結果について、お見せします。基本的にはジョセフソンカレントフェーズリレーションを計算してこの IC が正になるのか負になるのか正になればゼロ接合通常のゼロ接合でこれがもしネガティブになってくればパイ接合になります。で実際、計算にしましてはこの強磁性体のレイヤーのこの膜厚を1層2層3層4層と1層ずつ変えて計算を行いましてでこのようにこれが縦軸が、ジョセフソン臨界電流 IC でここが横軸が膜厚になります。で計算結果計算をしたところこのようにあるところでパイ接合が実現しているということが分かりました。でさらに興味深いことにこれちょうど膜厚が1層3層5層奇数の時は常にパイ接合で偶数層の時はゼロ接合になるということが分かりました。
すなわちアトミックスケールで幕圧を変えていくと、そのゼロ層からパイ層、あるいはパイ層からゼロ層の相転が観測、実現できるということも分かりました。で、それではじゃあなぜパイ接合が生じたのか、次にそのオリジンについて簡単に紹介したいと思います。エクスチェンジエネルギーが非常に大きなトンネルリミットにおいては、最低時の接合の範囲で除接層クリティカルカレントっていうのは T アップと T ダウンの積で表されます。 T アップ T ダウンというのはアップスピン電子に対する障壁のバリアの透過率、ダウンスピンに対するバリアの透過率です。で、その積で表される、当然クーパーペアですので、アップスピンとダウンスピンの複合粒子がトンネルしますので、まあ、その積で表されるわけです。で、まず最初は簡単なために強実性絶縁体層が1層の場合どうなるかっていうのは、で従いましてこの IC が正になるか負になるかっていうのは、結局そのアップスピンに対する透過率とダウンスピンに対する透過率の積さえ、情報さえ分かればよろしいということです。でフェロマン、ここでは簡単なためにまず最初に1層の場合だけ考えます。で、例えばトンネル、トランスファーマトリックスメソッド等の方法を使うと、実は解析的にこのような量というのは計算できて、実際計算結果だけ紹介しますと、このようなバンド構造を持つような材料の場合、常に T アップは正で T ダウンは負になるということが分かりました。従いましてこれIC というのはその積ですので、プラスかけ正の量と負の量をかけたら常にマイナスですね、パイ接合になるということです。で、一方補足なんですけども、例えばユーロピオンオキサイドのようなスピンフィルターバリアなどがあるわけですけども、そのような場合というのは基本的にフレーム面の上でアップスピンとダウンスピンの部分がスプリットしています。実はそのような状況においては常にどちらの量も正になりまして、このような材料によっては常にゼロ接合しか生じないということが分かります。で、次にじゃあなぜその膜圧を1層ごと変えるとゼロ接合からパイ接合へのそういう転移が起こるのかということについて簡単に説明します。で、先ほどの、計算というのは1層の場合だけだったんですけど、それをまあ任意の層に拡張することは非常に単純で、トンネルリミットであれば単純に1層の場合の結果にそれをまあ膜圧を LF としますと LF 乗すればよろしいと。で、そうしますと最終的にこのような結果になりまして、 IC というのはこの2つの量の積ですので、こういうふうな量が得られると。で、符号に関して言えばこのマイナス1の LF 乗というのがそのまま出てきて、すなわち奇数の LF 素の場合はネガティブでパイ接合、偶数の場合はポジティブでゼロ接合というふうな結果が得られるということが分かります。で、最後になりますが、簡単に先ほどの結果を拡張しますと、実はもっと面白いことが分かるということを紹介します。で、これまでのお話っていうのは強磁性半導体あるいは強磁性インシュレーターのレイヤーはそれぞれの層というのは常にフェロ的に同じ向きにオーダーしているような状況を考えてきたわけですけども、例えばこういうふうにアンチフェロ的なアップダウンアップダウンというような状況も考えられますし、例えばそのランダムになった状況も考えられるんですけども、一般の任意のその磁化配列の場合の計算を先ほどの計算拡張して行いますと、それぞれのレイヤー 1,2,3,4,5 と、まあ それぞれのレイヤーの結局透過率、アップスピンに対する透過率とダウンスピンに対する透過率は積のさらにその全体の直積で書き表すことができます。で、実はそれぞれのレイヤーの積、この T アップと T ダウンの積は常にマイナス1に、結局どういう上向いてようが下向いてようが必ずマイナス1になりますので、結果的にはマイナス1の LF 乗というのが最終的には得られます。従いまして実はアトミックスケールのそのゼロパイ転移というのは必ずしもそのフェロ的に揃っている必要は全くなくて、たとえランダムであっても実はこういうふうにアトミックスケールのゼロパイ転移が生じるということが分かります。で、以上まとめますと、今回は強磁性半導体あるいは強磁性絶縁体を介した除接損効果の理論について紹介してきました。で、ここで紹介したのは LBCO などに代表されるその強磁性酸化物の例だったんですけども、このような件においてはそのパイ接合が生じるだけじゃなくてアトミックスケールのゼロパイ転移が生じるということが分かりました。で、このような材料を使えば、パイ接合が生じることが分かりましたので、非常に理想的なクワイトなキュービットができるのではないかということが期待できます。以上になります。